ハイキング。ハイキングだよ。この時間だからね。温めお願いします。
かった。500円のお願い。なんとおでんが置いてあったよ。まあおでんの気分じゃないから買わなかったです。おでんで、あ、そうや、俺はコンドームを買いに来たんだった。うん、まあ目的は伏せておきますが、コンドームを買いに来ました。ここに売ってるんですよ、500円自販機があって。あれ、ここどこ、ここコンドームが、ほら、売ってるんで、500円。買っといた。まあ僕にね、そんな相手がいるわけないじゃん。なんか一人エッチ用なんですよね。あのね、アナルをね、あのディルドであれするとね、うんこがついたりしたらね、もうげんなりだからね。一応コンドームって言って結構割と綺麗なもんなんだけどね。まあまあ、一応一応ですよ。ラブリン、エロい、なんかエロい匂いする。ちょっといい香りしますね。そういうやつなんですね。なるほど。